これは結構クレヨンでね、クレヨンで丁寧にね、これも名作ですね。あー、描くね。これもじゃ、めちゃ描いてんだ。その情熱、さっきの情熱レッドじゃないけど、何よりもこう勝るものは情熱しかないんじゃないかって。全然ミスラとかに全然いいとこずっと滑らせて、もう今シーズンめちゃめちゃ滑ったけど。そうだよね、その後、でも結構この時はすごいみんな勢いがあって、そうです、その勢いだけは誰にもこう負けないようにみたいな、うん、そういうなんか訓示みたいな確かにそうだな。そうだよ、くしゃはって何よりもこう、その情熱、さっきの情熱レッドじゃないけど、何よりもこう勝るものは情熱しかないんじゃないかって。意外とこう勢いで突破できた。でもその突破も一郎がやっぱこの中のその突破する鍵は、一郎がこの3年ぐらいがスタートして3年ぐらいがその日本にまだいて、だから結構その時はもうなんかグリーンラボのロケットとしたらこう発射します、発射しましたって、その間もうすごい第一弾ロケットがもうむっちゃこうブワーってきて、でバーッときて、だんだん俺もさっき言ったように、俺も10年ぐらいするとこう一郎はもうビヤーンってこう第一ロケットビヤーンって行くと、あのバンクーバーとか、そうですね、はい、はい、行っちゃう、行っちゃった。あ、今ちなみにインちゃんは行っちゃったのね、バンクーバーみたいな、じゃなくてウイさん住んでますからね。そう、基本はね、なんだろうな、あ、こうね、二人でいますね、そのカルチャーを、そうそうそう、これはだからもうインちゃんが今これいない時ですよね。俺とナベさんで結構やったっすね。そう、やんなきゃならない。そうですね、やらなきゃならない。その勢いを持続するためのモチベーションは、モチベーションじゃなくて時間のスピードをちょっとだけ速くしたら、それはなんかもうやるしかないっていうさ、うん、それということだと思った。まあ、うん、だからすごい勢いで、もう速さで、うん、そうですね、20年近くある時すげえいっぱい俺書いたぜ。そうですよ、あの時いやいやいや確かに、いやいやいや、これはほとんどナルさん返すんですね。これは絵の、これは絵の具、これはクレヨン、これはあれって意外とこう分けながら、この時はもうすごくて、結構でもそ、しかもそこにはさ、これ書いたら売れなかったらどうしようかなみたいな、申し訳ないなみたいな、そうですよね、そのいや、まあ実プロダクトが、プロダクトの経験者の皆さんもそうですよね、売れなかったらどうしようとかって、でもそんなことを言ってるんじゃなくて、でも挑まなきゃならなくて、だからやる、やる、そうですね。でも徐々にそんなことをやってれば、結構意外とそれが反響して、やらせてくださいとか、うん、女性ですとかって言うようにこうなってきたら、よかったんじゃないのかなと思って。だから今までずっとアーティストっていうか、なんかこう身近なアーティストの、でも身近だからより長野や高原やいろんなところを感じられる人だから、結構いいんじゃないか。いやいやいや、本当に鍋さんの、デザインと絵と、そのヤマキのロゴもそうだし、グリーンラボもそうだし、もう前半はこのナベさんのファンとか、全体的にこのナベさんのアートにかなり支えられたというのはね、うん、今もですけどね、コレクションもナベさんすげえなっていろんなところで、まあ、ナベさんいろんなところに知り合いいるんだなっていうのも、そうなんだよ、本当にグリーンラボ始めてからめっちゃ知ってるね。この時だからナベさんめっちゃ描いてるっすよ。めっちゃ描いてるんだもうね、頭の中をすごくこう整理整頓しながらこうやってるつもりなんだけど、大変申し訳ないです。これなんかさ、何本作ったか分かんないけど、これも結構クレヨンでね、そうクレヨンで丁寧にね、クラウン1号の今でもなんかこうかっこいいなとかって個人的には思ってるんですけどね。そうそう、いつも描いたら個人的にはいいと思ってるんですけど、なかなかこうですよね。そうですね、まあこれも名作ですね。あー、これも最近ここまで上がれないな山田、大丈夫だよ、大丈夫ですよ、朝朝で、このドリームセッション大丈夫だったと思ったんですよ。大丈夫、ありがとうございます。これ書くね、これもじゃめっちゃ書いてんだこれも良かったよね。
これそうだ、これよかったよ、ね、くねーこれやばいね、これもやばいけどね、これもやばいね、これもやばいよ、これね、この川越ね、川越でかいよ、川越水産ね、これもナベさんだからね、すごい、書きまくってる、スキーも出してこの宇宙が吉野ビーニーとね、レイドのね、そうですよね、かっこいいですよね、コラボのね、種が種なんですよね、このロゴね、種ですよ、あ、花って言ったの、花って言ったの、いやいや、花の種、花の種だった、花の種かな、お前ずっと人にも花びらとか花って言っちゃってたよ、まあじゃあ種だったんです、まあ種だ、種が飛んでくるんですよ、種が飛んでくるんだ、まあそうだね、種ってそういうもんだから、飛んでくる、でどっかに引っかかるの、そのためのあれだもん、ね、そのための引っかかりだから、そうです。ロゴの今秘密が今、そうです。明らかになります。すみません。そうです。ガニールだからです。一郎さんですね。まあ、で、お前もまあでもさ、途中からいろいろこう状況があったりして、こうぐとなるべくこう持続かっていう、どうやったら持続するんだろう、どうやったらその続いて。続けていけるんだろうと思う、多分ラボって言ってるからやっぱずっとこうでラボってるわけよ、どうやってる、でもそれをずっとやってるからこう今もう20年近くぐらいまで行っちゃって、そうですね、でさっき言ったように10年経ったら俺もある程度軌道に、そのグリーンラボロケットが軌道に乗ってこう地球かなんかを回る軌道かなんかにこう乗って出て、あいいなと思って俺はこうそう最後のその核弾頭のようなそういうようなちっちゃなのピシューって大気にこう放ってもらったのが今こう10年ぐらいこう経とうとするあのプラナパンクス、そうだね、この板ね、そうそう、だからそれはだから俺はこう大気中にこうバーンと解き放された宇宙のみたいな今やもう君はその体の内側はだからフライハイだしスペースハイ、そうですよ、もうスペースハイとなるのは確かなんだよ、ただその東次郎がこうやって軌道をうまくそうだね、そうだね、こうロータリーエンジンかのようにこう回してもらうとこう、まあ、そのグリーンラボはその持続可能でも確実にゴー君とかそうね、ゴー君なんか、ゴー君こっちの部屋に来なくてもいいからねって、うん、ね中学生、宮島ゴー君ね、そう、宮島ゴー君、あの、うちのライダーやっててね、ゴー君が、だってそうじゃん、こう持続可能なサスナベルなローハスナーっていう俺たちがさ、うん、一巡目だとしたらそこから生まれてきたものってこう感覚的にもみんなそれを持って持続可能をやれてって前にも ゴー君とも差しで話した時があって八かとかって思ったり確かにそれをみたいなことも思ったけどでも実際やってるのはやってるしね、うん、その持続可能そうですねサスティナブルの次の私はカラマツやいろんなものでなんか解いたかもしれないけどそうですねまあそうですねまあグリーンラボ今それでだから今2023年ですねもう20周年をね迎える感じでこれは今年のカタログですけど、まあ、あの僕頑張っております素晴らしいねまた壁をコンクリートもやったね やったあその写真だけちょっとでも見せたいなちょっと俺のコンクリートっておーありました俺のコンクリートやりましたコンクリートは入ったね俺のコンクリートジャングルじゃんコンクリートに蹴りを一蹴りをみたいな感じだったねいやーいいねーコンクリート攻めるね攻めるねビーポジティブだねこれ55歳だったっすそうっすかそうそう記憶的にはまだまだいけるまだまだだって俺まだ755やよ755ですよこの時はね、うん、そうだねじゃあ1055もまだあるからねあるからね投げそう長く食わないよもう攻めてたら一瞬ですまあヤーマンの写真素晴らしいそうそれでまああれですね20周年ですけどなんかあとプラマパンクスも10周年になるっていう、ね、すごいねなんか誰かのあのどっかのバンドみたいな感じだねプラマパンクス10周年グリーンラボ20周年っていうのでね、まあ、なんかいや どうですかいっちゃん的になんかやってみたい
とか、まあ自分的にはこうこれからの自分的な活動なんていうのはなんかあるかな。いや、来年も冬言おうかな。まあそうだ。そしたらまあ20周年一緒にやれるから。そうだね。まあそれ、まずそれかな。そこで、まあ、まああとはみんなと滑ったり、今年ね久々になんか一緒に動いた、日本でグリーンラボの動きで動いかせてもらったけど、すごいこう自分がいなくなった時からたまに帰ってきたりしたけど、その時と比べるとすごいこうつながりがこう絆とかねこう広がったり太くなってんだなっていうのをすごい実感したから、まあ俺はそれをもっとこう味わいたいのと、まあ今シーズンはちょっと上がったからもうちょいがっつり、またさらにすんごいでももう全然ウィスラーとかで全然いいとこずっと滑らせて、もう今シーズンめちゃめちゃ滑ったけど、そうだよね、滑っても足んないからパウダーはね。そうですね、来年はもっと滑りたいですね、みんなとまあね、そうですね、そういうことですね、怪我ないでね、みんなも元気に滑れるのが一番のこう目標ですね。ナルさんどうですか、20周年って。20周年すごいよね、フランクファンクス人でも含めてなんかコメント、いや、そうだと思うんですよ、本当にこう、なんだろうな、こう好きだからこう見てられて、情熱はやっぱすごい大切だなって、こうでも情熱の大切だなってこう思いながらも65をこうおじさんもこう過ぎてしまい、孫のような人と、かっこたちと、ね、一緒に、かわいい子たちと、ね、もしかしたらひ孫じゃないかと思われちゃうような、そうですね、こっちこっちとかって言ってやってもねって思った。でもなんか僕もそれはそれの立場で、その面白いし楽しいし、楽しいね、なんかそれはいいかなと思って、ね、まあまあ東北がよりは、あとは東北がよりはその通りだし、もっと面白くなりそうな、また東北行っちゃうね、また行っちゃうね間違いない、ね、いやみんなマホロバの旅をもう探しながらすればいいかな、マホロバ持ってね、いや持たなくても心のマホロバそうだね、心のマホロバ、ナメさんだからライブもやるし、でも各種あのスノーボードもやるし、まあ達人ですからね、いろいろね、マスターだからね、クライミングも、そうですね。さあ俺もね20周年なんで、まあグリーンラボもちょっとあのより精力的に、あのなんかこう今までの絵とかスノーボードとかね、ちょっとエキシビジョンとかできたらいいなとは思ってますけど、あと活動のちょっと写真もね今年も頑張って撮ったりしてるんで、そういうものも作ったりしてやっていこうかなと。でも基本的にはあのいろんなとこ滑り行って、そこの人とも滑って、もう新しいところを探して、でまたそこにまたしつこく通って、あのTV の時みたいにね3年越しにこう発砲だのね、そうとかね、そうそう、だから、こうそういう感じでね、普遍的にこう多分写真を撮ったり映像を撮ったりこう滑り続けると思ってるかな。すごいな、確かに、うん、こんな感じですね、はい、続ける、もうそうですね、まああの以上な感じというか、とりあえず3人のオリジナルトークはこんなもんかなと。またタイミングがあったら、そうですね、またそれぞれあの掘り下げていくことはやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。あのチャンネル登録コメントよろしくお願いいたします。そうですね、はい。